国際パラリンピック委員会がロシアとベラルーシの選手を北京パラリンピックから除外すると決定したことについて中国政府やメディアは言及を避けています。中国外務省の報道官は3日の会見で具体的なコメントを避けました。また中国の国営メディアは今回の除外のニュースを速報しませんでした。就是政治上的一些看法放下来，因为运动没有无国界嘛，应该是，他们来参加比较好，对我来说。一方、北京市民からは今回の決定に対し疑問の声が多く上がっています。